こんにちは。今日曜日の朝なんですけど、昨日の、土曜日からちょっとまた部屋を移動し始めました。少し前の動画でお話ししたんですけど、リビングの隣の、私の趣味部屋であるべき部屋、そこに、ね、ベッドを置いて寝ていたんですけど、毛糸の収納棚もあるし、その趣味をこう充実させるためにもうそこをね完璧に趣味部屋にやっぱりしようって思って、もうね3回目なんですけど、ベッドの移動を昨日やりました。北側の一つ空いてる部屋に移動して、そこをもう完全に寝室に使うっていうことで、今回はねもう3回目なんで、もうほんとこれでね落ち着いたらいいなって思いながら昨日移動しました。何回やってもねやっぱりねベッドはね重いんで、結構昨日はちょっと大変でしたけど、でもね3回目だったので割とベッドの分解とか組み立てはすんなりもう慣れました。はい。で今日はねデスク周りをちょっと整理しようと思って、少し前に有効ボードとか買ってあったんですよ。でもやってなくて、そう、それでその有効ボードまずはね今日ペイントして、デスクの隣の壁につけて、でそこちょっとね壁にいろいろ収納できるように細かいものを、そういう風に作っていこうと思います。はい、では今日の作業をご覧ください。あー、なんかもう体中痛いんだけど。はい、まずはプライマーを塗っていきます。はい、そしたらプライマーをこの牛乳パックの空いたものに移したので、これで今から塗っていきます。はい、そしたらプライマーがだいたい乾いたので、こちらの色を塗っていきます。これはね水色です。はい、最後にニスを塗っていきます。これね全部下地材からペイントからニスまで全部水性なので、家の中でやってもね全然匂いは残りません。そろそろ乾いてきたので壁に取り付けようと思います。で取り付け方なんですけど、こんな長いネジを壁に刺さなきゃいけないので、なんかね賃貸じゃないんだけど気が進まない。ね、あんまりやっぱり壁とかに穴を開けるっていうのはね多少抵抗があるんだけど、まあしょうがないですね。石膏ボードだと壁がもっとね細いピンでつけることができるんだけど、私がつけようとしてるのは木なんですよ。なのでちょっとねこういうネジで取り付けないといけないってことなんだけど、そう、これを6箇所、何これ、取れないんだよ。何完成しました。
有効ボードを、ペイントして、そして今日取り付けました。有効ボード取り付けるだけって言ってもかなり大変でした。3回ね、まずプライマーを塗ってから、ペイント塗って、で最後にニスを塗るっていう作業をやってから取り付けました。サイズはもうホームセンターで切ってもらってあったので、ここぴったりになっています。そうで、まあ今までね、いろいろね、こう100均とかホームセンターで買い漁って集めて置いたもの、こういうなんか引っ掛けて何かを、なんかこれキッチンペーパーのホルダーかな、なんかこういうのとか、まあ、S 字フックとか、こういう何かな、これは多分何個かハンガーをかけられるっていうやつだと思うんですけど、こういうのとか、まあこの有効ボード専用のこういうフックだとか、こういうのをなんかね、ずっとね買ってあったんですよ、これ使うなと思ってそうで、この茶色いのはねセリアで買ったもの、これはもうネジで留めてあります。そういろんなこういう S 字フックとかをずっと取ってあったので、そう今日これで完成しました。まだね、まだ他にもやるところあるんだけど、そうで、まあまあよく使うものとか、あのしまえないものとか、なんかそういったものをこう飾るようにかけてあります。あ、この靴下の方はね、これはまあちょっと大きくてしまうの大変だったので、こうやって飾ってもいいかなと思いました。そしてあとはね、もらったハガキとかそんなのもまあしまい込まないでこうやって飾ると可愛いし、ね、目につくからいいと思います。あとはまあヘッドホンとか、あとはこれこの間作ったスピーカーと、スピーカーの巾着に入ったスピーカーで、まあ、あとこういったものをねよくたまに使うのでしまい込まないでここに置きました。でこれはねこの間作ったんですよ。なんかこれもネット編みで、ここになんか一輪挿しのようになんか植物飾ろうかなと思って、でここにはフェイクの植物を飾って、でまあ、ここはよく使うもの、メガネだったり、メガネがね、こういったメガネ置き、これ使ってたんだけど落ちるんですよ、グラグラと。ですごいね邪魔で、テーブルの上に、机の上に置いておくと、なのでここにメガネは引っ掛けることにして、であとは家の鍵とか、まあたまにあのエアポッツとか入れる、この巾着とかで、あとねほんと最後になっちゃったんだけど、ここですよね。ここがね今回のね一番大きな目的で、ここにこのねタオル掛けみたいな、こういうこのバーをつけることで、まあこういったケーブル類とかをかけることができます。ケーブルってすごくがさばるし絡まるし、だけど割とね私はよく使うんですよ。なのでここにこうやってかければ、まあ、絡まないし、あの引き出しの中にこうしまい込むこともないし、でパッと使えるじゃないですか。あとはねこういったスケールとかこうメジャー、これも結構ね使うんですよね。あのメジャーはあのスケールとかこの家の壁のサイズ測ったりとか、であとはまあ編み物なんかでこのメジャーを使うので、これはねパッと取り出さないとなんかめんどくさいじゃないですか。そうだからこれでこういったものをここにかけるっていうの、これはね一番やりたかったんですよね。そうなんでよかったです、今回ここにひとまとめにできて。はい、ちょっとね壁もこうやって、有効ボードをペイントすれば自分好みの、あの壁を塗っちゃうと割とこう後でどうしようもなくなっちゃうかもしれないんだけど、有効ボードだったらもしあの気に入らない色だったらまた変えることもできるし、いろんな色をね試してみるのもこともできるので、すごいいいなと思いました。私ちょっとね控えめにね水色にしたんだけど、もっと濃いねブルーとかにしちゃえばよかったなって少し思いました。はい、こんな感じです。はい、ということで今回は趣味部屋の
整備をするためにベッドを他の部屋に持って行って片付けたんだけど、ついでにちょっと前にね買ってあったこの有効ボードを、パソコンのデスクの隣のこの壁、今までずっと空いていた壁につけました。ペイントしてつけました。なんかねもうほんと疲れたんだけど何しろねこれ物が大きいので力っていうか持ち上げたりっていうのはね結構大変なんですよ。でしかもこう床に置いた状態であのネジを止めるわけじゃなくて、あのね床から5センチくらい上がったところでネジを止めるので、もうそれがね結構大変でした。でもねまあなんとかあの思っていた通りにできたので良かったです。ほんと疲れたんだけどなんかねもう途中でもう意識が朦朧とするぐらい疲れてしまって、眠くてたまんないんだけど、楽しい方がもっと上でそのね眠気も我慢することができましたはい、そういうことでまたね引き続きもっとねいっぱいねやることがあるんですよ。あの趣味部屋もそうなんですけど、パソコンの今度は前のこの壁、前のねこの私がこの嫌いな色のこの壁をどうにかする、どうにかするっていうかもうね決まってるんですけど、そっちもまた順番にやっていこうと思います。またお見せします。はい、何かのね参考になればと思います。では今日はこれで終わりにします。さよなら。あーお肉食べたい